はい、ジュンジーです。では今回からプレイしていくメイン作品はこちら、ツタシンさんの制作されたアイワナローズギアという作品をやっていきたいと思います。で、まあ、ツタシンさんの作品はね、私がいずれプレイをするパーマネンス2に向けて、まあ、それまでのね、こう一作品一作品をもともと原作を知ってからパーマネンス2に移っていきたいと、やっていきたいという、こう、まあ、計画からね、まずその元となる作品を一個ずつやっていく中の一作品回りくどくなっちゃいましたけどもね、としてまずはローズギア、これをやっていきましょう。なんでこれクリアしましたら、またツタシンさんの次のね、何か作品をやっていって、で作品数をこなしていってからパーマネンス2と流れていきたいかなと思ってます。ではまずリドミ読みましょう。このゲームについて、まず分岐が2ルートあり、ボスが4体です。でボス4体撃破して、最初の画面にワープルームが出現して、そこに入るとクリアとなります、となってますね。で難易度はそこまで高くしたつもりはありませんが、初級者用にしたわけでもないと、中級者ぐらいと考えた方がいいかもしれませんが、ところどころ難しいかもしれません。でまた隠しアイテムが存在しますが、取らなくてもノーマルクリアになりますと。で隠しアイテムですが、別のリドミが入ってまして、どうやら4つですかね、あるようです。まあ、今回は完全クリアを目指していきたいと思います。よし、では早速やっていきましょう。アイワナローズギアスタート。もう画面がいいね、ほんとギアが回ってる感じがね。そしてローズバラちゃんがね咲いてるよ。じゃあデータ1に、で音量調整等は、まあ、やりながら徐々に、こう調整していきたいと思います。あ、まずこんな感じね、行きましょう。久しぶりのツタシンさんの作品だな。隠しってことはなんか、あ、おお、この辺に何か、早速、まあでも早速はないだろうね。もっと分かりやすいとこにあるのかな。まあ、とりあえず行きましょう。あ、待って、あまり見渡さずに進めてしまったけど、難易度的には、ああ、まあ確かに、ああ、ちょっと難しめといえば難しめ。おお、ゲームオーバー、ゲームオーバーってもうアピールしなくていいから。ゲームオーバーしたことはね、プレイヤーが一番分かってるから、あまり触れないでそこは。これ上行けるかな？よっ、あ、違う、行けないか。曲いいね、曲。なんかしんみりしてて、私この曲すごく好き。アイワナはね、まあ、なんかのパートとか、アイワナでもよく言ってますけども、曲、知らない曲、うわ、ワナちゃんある？知らない曲と出会えることが本当にね、嬉しい。まあ、綺麗な旋律ちゃんね、本当に旋律が綺麗。うい。まあ、飛んでくれた方が楽だね。まあ何周かできるんだったら別に、あ、これ一発でいけないかな、乗らなきゃダメ、多分一発でいけると思うけど、これよし。でもなんか乗った方がいいのかな、これって。ちょっと待ってね、あ、戻れるか、あ、でも戻れなくなっちゃうかな、どうしよう、ちょっと一回リセットします。再びやってきたぜ、何度でもキットコンやってくる。そしてこのタイミングよし、で、あ、何もないね、ここ。オッケーオッケーオッケー。であれば、危な、ほい、あ、うそーん。なんかツタシンさんの作品ってなんかちょっと当たり判定が独特のようにも感じるんだけどね、多分関係ないと思うけど、そんな気がする。よし、ちょっとこれ下いける？あ、いけるじゃん。待って待って、なんかあるね、これなんかあるぞ。もう一回、ん、右いけないな、なんだろう、左行ってみる。なんか隠しアイテムってこういうとこにあんのかな。いやー、ないか。よし、じゃあ先行きましょう。先にね、ほいほい。あ、待って待って、ってことはこっちも、あ、としたらこう、そうやって入らなきゃダメか。ワンジャンプかましいので、ターンターン、あー、むずいね結構ね、ターンターン、来た。で、ほっ、よし、どっち、これどっちもいけるね。下行ってみる、まず。よっ、え、待ってね、上も行けるよねこれ。え、どっち行けばいいのこれ。あ、2ルートあるってこういうことか。まあ、パッと見た感じ多分下の方が難しいと思うんですよ、多分ね。だとしたら上から行きましょうか、まずは。ターン、あれ、ターンターンでね、上に向かっていく、ターンターン、おう、よし、オッケー。で持って上に上がっていこう。まあ、ワナちゃんはかかっていく勢いでいいと思う。あ、まあ、上も上で難しいか。ほっ、よし、よっ、なんで上がるの曲も何周もしますね、何度も何度も聴ける、素晴らしいことじゃないですか。ここ動くから OK、 大丈夫これ、ここすごい怪しくない、大丈夫かな、落ちる、怖っ。
なんもないかな、この空間。うわ、びっくりしたなんであえて飛んじゃったのかな。まあでもなんか入ってみたくなったんですよね。それにしても本当にいいメロディーですね。心が現れますね、これ。ほんと危ない。聞かないぜ。次。ほい、来た。ほ、あ、そこでワンジャンプかまして、下。そうなってるか。まあ落下系はそんなに慣れてるんで、いけると思う。よ、よし。これが中間線。あれ？難易度選択あったっけ？まあ、いっか。あってもなくても。え、チュートリアルってことかな、それか。可能性は、お？ゲットレディお、待って待って、うわ懐かしい、この曲ご存知の方いますかね。この曲、ですね、あのセガサターンで発売された電脳戦記バーチャロンかなっていうロボット対戦ゲームの、テムジンっていうね主人公のキャラクターがいたんですけども、あ、いたというかいるんですけども、そのキャラの、ステージ BGM だったはず。うわ懐かしい。あ、ちょっと待って、音量調整します。はい、では音量ちょっと気持ちだけね、あの下げました。ということでやっていきましょう。下か。あ、でもそんなに、おっと、そんなに難しくはないかよ。あ、なんか針あるね、上。まあいっか、とりあえず当たる。びっくりした。うわー、もう驚き、うわもう針ちゃん、もうどういうことそれ。やめてくれるか。あ、くそ、やめてくれるかい。ほい、あー、何度ミスったっていいじゃない。ほい、そしてハリちゃん一回出て、で、OK、これで過ごすと。さよなら、あ、さよならハリちゃんね。ということで、よし、なんかあるね、埋まってんだよな、そこら中に。どうや、あ、びっくりした、リカバったぞ。あ、ここのメロディーすごいかっこいい。ちょっとアレンジバージョンですね、これしかも。あれ、これどうやっていくの？一回出して、危な、あ、そういうことか、そういうことか。で、おいっと、大丈夫これ。あれ、待って、これなんか見たことあるステージだな。あれ、これカミリア3になかったですかね。これなんか見た記憶がある。もう遠い昔なんでうっすらですけども、今あそこのねリンゴの下でやった動作をなんかやった記憶があるんだよね。まあいっか、行きましょう。次よ。あ、やっぱなんかあるよね、これやったことあるぞ、カミリア3だこれ。え、これマジで行くのあれ、こんな感じだったっけな、もう覚えて。うえー、そこむずくないか。あ、でもだからって別にセーブが近いわけでもないしね、こっち行けないもんね。 OKOK、 じゃあ行きましょう。ほ、あー、そこはちっちゃいジャンプ、タイミング難しいよね。この落下中にジャンプを出すっていうのはすごく難しいこと。こ、結構スピード、あ、来たスピードついてますから。これなんかあったよね、落とし穴だっけ。あ、あー、もう、まあなんかうっすら覚えてますね。ってことはやっぱり来てますね、ここ。こうやって知れるっていうのはすごくいいことですね。うん、知ることができる。これ抜けて、ここは抜けないからこう来るか。セーブちゃん来い。オッケー。でなんかあったよね、これなんだっけ。なんかあったような気がした。なんだ。ん？それ何の意味があったあるんだろう。戻るんだっけ。あー、とりあえず行こうか。先行けばわかるでしょう。セーブないのね、こっから押して、なんかこれ避けたよね確か。あ、まんまだ、まんま、まんまってか、これ原作だから そりゃそうかっていうとこですけど。よし、そんでもって、ほい、来た。でここなんですけど、ですね、カミリア3だったらあいつが、あの上のリンゴが追いかけてきて、でここ退避所に見えて、退避所じゃないんで、どこから来たっけ、この辺、ここか。あれ、来た。でここダメだから、ここね、ここで避ける。よし、 OK。 でこれ多分ダメでしょ。おー、いいね、いいね、分かってるね。あ、でもこのボタンを押す意味ってなんかあんのかな。え、ちょっと待って、あそこのボタンを押して左上が開いたりしてたけど、なんか意味あんの。え、なんかあんの、こっちも。え、むっちゃ気になるな。あ、違うわ。あ、違う、そうじゃない、そうじゃない、そういうことじゃない。あ、分かった、ここからねスイッチを押すんだ。そうだ、ここから。あ、だからあの左にね、あっち側にいるときに、今あの難しい配置で、そこの難しい配置超えてきちゃいましたけど、あのまま行くんじゃなくて、ここの左側の
そこを滑り落ちるときにこのショットが当たるようにいって、あれ引っ込ませて、まあ割と簡単にして進んでいくってことですね。よし、ではまた追いかけっこしましょうか。カモン、あれカモンカモン、来た。で持ってタイミングを見てスルッとトントン。よし、じゃあ行きましょう。さあもう来んなよ、もう来んなよ。 OK、 セーブ。これボスいんのかな。まあでもね、スクショを見たことあるんですけど、耐久、あの多分あの、うん、カミリア3でお世話になったあのボスが出てくるんじゃないかと思うんだけどね。タンタン、よし、スクショを見た感じね、なんかそんな感じがした。まあ楽しみにしていきますけど、そこは OK よ。タン、あ、くっそータイミングだよねこれ。でもステージとはまたこの合わない陽気な BGM が流れてますよね。ほい、まあいいですけどね、それはまあそれで。あ、そっちじゃなかったか、タイミングだよね。あっち行った時に頼む。あ、よし、 OK、 これちょっとむずい。あ、これむずいな、もう運ですよね。降りずに行けるかな。行けないね、やっぱ。あ、やっぱダメだ、一回降りなきゃダメですね。完全にこれもう運だよね、運。よし、頼むよ、来た、 OK。 あー、もう運ゲーだよ、運ゲーシステム搭載ということで。あ、待った待った待った待って、あのもう安易に行っちゃったな今。うん、ちょっと下がったタイミング今で、うわー届かない、下がったタイミングで行って、来た、 OKOKOK、 よし、あとはそんなに難しくないでしょう。よしよし、あ、嘘でしょ、ちょっとボンミス多い。ボンミス、いや違う、それは君の実力さと言われても不思議ではないが、よし、今度こそね、今度こそちょっと OK。 うそーん、いい仕事するね。さっさっさと慣れればサクサク来れるぜってなもんで、お、 OK、 よし、来たぞ。このマップか、このマップは見たことないな。じゃあこの先越えたところで終了にしましょうか、今回のパートはね。ん、これどうやっていくの、いけます、下から、あー、まさかこれって何度もこう往復して針をどっかしていくスタイルってことかな。とりあえずここでセーブできるね。あー、そうっぽいなこれ。いやらしいシステム搭載中じゃないの。多分右に行っても意味ないと思うから、これを繰り返していくんでしょうね。なるほどね。まあただリンゴの位置を見極めていけばそれほど難しい。うわー、こっから飛ぶのよ。で、そこ、よし、次は別に降りなくてもいい気もするけど、降りてみよっか。あのどんな動きがするかね、せっかくこう制作者の方がこうトリガーを仕込んでくださってるのであれば、それをね見るべきだとも思いますし、気づいたんであればね。これいきますよ、アホい、待って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 、うわ、どっちかっていうと罠かい。あ、まあでも罠でもないですか。うまく落下していけばいけるけど、だったらもう飛んじゃった方が早いと思うんだよね、このままね。うん、そうしようよ、このまま飛んじゃおう。だから待ってね、あ、いや、あ、そうか、どって、あ、そうかっていうか、あそこにも鳥があるんだ。じゃあどっちにしても発動させなきゃダメですねこれ。ここね、こっからよいしょっと、さあここんで持って、だからこれが開いたタイミングで下が開くからトン、よし、 OK、 いいね、トントンスタイル、よし、タンタン、 OK、 危な、今ちょっと危なかったですね。で持ってやっといけるか、ちょっとなかなか区間差がある感じはするけども大丈夫よね。きた、はい、じゃあセーブ。じゃあ、アイワナローズギアパート1はここまでにしたいと思います。まあ、いよいよ始まりましたツタシンさんの作品、まあ、これからねガシガシやっていきたいと思いますけども、また独特の世界観あると思うので、まあ、十分にね楽しんでいきたいと思いますですね。はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。